どうも、陣内智則です。さあ、今回もですね、ピン芸人の方を呼んで、ちょっとお話ししようということで、来ていただきました。三浦マイルドです。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、マイルドフラッシュせえへんのか。なんやねん、お前。最近ちょっと寝打ち声でやらんようにしてる。寝打ち声かんない。なんで寝打ち声かんない。ワイルドフラッシュしてくれへんの。これちょっと失敗してるんですけど、何を何増毛しまして中途半端なんですけど、増毛もなってないって。もう増毛してもそれやろ。増毛してもこれなんです。その今段階な、途中なの、それとももうあるの、一応理想の結果はあるの。いや、もう最終形はこれが限界って言われる。汚いよ、汚いよ。そういうのもちょっと意識し始めたんだ。はい。いや、ちょ、ごめんなさい、もう聞きたいこと今日ね、いっぱいあって、前回ね、中山浩太に来てもらったのよ。はい。浩太は先輩なの。1年先輩です。いやね、浩太は俺、あの、番組で大阪でやってたから、ある程度、浩太のこと知ったけど、三浦マイルドはそこまでこう、一緒にレギュラーやったとかないやんか。はい。劇場もそんな、たまーに会うぐらいで。はい。その浩太が、R1 チャンピオンで、営業がないのは僕と三浦マイルドだけですと。それも事実。事実です。だから俺もピン芸人としてさ、後輩やん、吉本ので、やっぱりどうしてんねやろって思ったら、ほんならあのウエストランドが優勝して井口が R1 夢ないって言ったらこう、はい、ね、三浦マイルドがこう噛みついて、で結構今ネットニュースも上がってるやんか。はい。だから話題になったから読んだと思われたくないのよ。あ、違うんですか。違う違う、もともと三浦マイルドを呼ぼうって言ってたの。いろいろ喋りたいなと思って。いや、嬉しいです、そんな興味持ってくれてたなんて。いやいや、そう、もちろんよ。ほんまないよね、こうやって喋るの。初めてです。はい。初めてやんな。はい。なんでやろう、優勝したんがいつ、はい、2013年です。あ、ちょうど10年前。はい。あ、で、2014年に東京に来たんで、おうおう、今年9年目になる。9年目になるか。はい。でも、ルミネとかでもあんま合わんかったよね。ルミネ全然出してもらえない。それちょっとほんとおかしな。違うね、おかしい。話で。違うね、もう。聞いてください、聞いてください。モリア日和が出てるんですよ。なんで俺出してくれないんだろう。好き嫌いで決めてるんですよ。違うね、あいつらは。だからお前と、なんか、早いな。早いな、もう燃やすの。ちょ、急にスイッチありましたよ。でもそこやねんて。コータもそうやねん。才能あって NHK の帯やってたのに、遅刻してて、もみんなが手を差し伸びても、それでも遅刻癖が治らんかったっていうのがあったのよ。前のもあったよ。それは自分の手、胸に手当てて分かる？もう思い当たる節がもう10個ぐらいあります。10個じゃ聞かんやろ。もっとあるかもしれないですよ、ね。いや、だから俺は聞いたよ。そう、面白いの分かってるよ。ネタは面白いし、もちろん優勝もそうやけど、その後よ。なんか、いや、俺も直接知らんで、聞いたら、その、営業先の人に対して、ものすごい悪口言うとか、なんでこんな営業とか行かなあかんねん、みたいなことを聞こえるように言うてたとか。はい、はい、はい。それは合ってる？ちょっとまあ結構おひれはひれついてますけど、おひれそのどんな感じ？こういうイベントの告知をしてください、みたいなこと言われることあるじゃないですか、イベントの際に。で、なんでそんなことせなあかんって、俺関係ないやないかみたいなことをまああの営業先の舞台上で言って知らんわこんなもんって、結構ツイッターで会社の悪口一番嫌うやつですよ、会社のやつ。それはなんで優勝してんねんからさ、さあ三浦マイルド僕を売ってくださいやんか。はい。それなんで悪口を書いたん？いや、ちょっとね、やっぱ差別的に感じることがあるんですよね。ほうほう。例えばですけど、この劇場でイベントやりたいんです、うん、みたいなことを提案しても、うん、却下されるんですよ。当時も僕、東京にも進出してまして、うんうん、でも半年に1回ぐらいは後輩集めてイベントをやりたいんだと言ったんですけど、うん、いや、もう遠慮してくださいって。この劇場は大阪の劇場なんで、うん、東京の芸人さんはそんなに、あんまり使ってほしくないんです、みたいなことを断られた。吉本から言われる、はい、優勝 5？ 優勝5です。おお。でも東京の芸人とかでもバンバンイベントやってるんですよじゃあこれまた最近もあった話なんですけど聞くわ、今日上げ出して、ね、森の宮に漫才劇場があるじゃないですか。 ね、うん、あそこでマイルド軍団っていうのがまあありまして、金属バットとか黒帯とか、おうおう、結構集客もできるんで、森の宮漫才劇場で、うん、イベントやらせてくださいって言ったんですよ。言うたんだ。そしたらちょっとマイルドさんも漫才劇場所属の芸人じゃないので、うん、三浦マイルドって名前を入れるイベントはちょっと許可できないんですよって言われて、あ、分かりましたって言って、でね、この前ですよ、アインシュタインがアインシュタインの名前を入れたイベントやってたんですよあいつら漫才劇場所属でもなんでもないんですよ東京所属で、よくやっぱもう差別してるやんこれももうツイッター書いたのかなと思ったんですけど、いや、ガーン
なんやと思ったら我慢しようって。何やろなそれ、はい、もそこに至るまでやねんって、はい、至るまでの三浦マイルドのこの悪態というか、はい、噂が吉本に入って、はい、あんなん使わないとこれ使いましょうってなるって。そうですよね。それ自分ではあるんや。分かってます。分かってます。で、結構出たら出たで、受けるんで、出番入れてくださいって、あのチーフの方に、当時のチーフの人に言いたことあるんですよ。まあ、受けるんかもしれんけど、ノンスタイルぐらい受けてるかって言われて、いやいや、そこまではちょっといけてないですねって。いや、君がね、ほんならもうノンスタイルぐらい受けて、で、それかまあ受けないとしても、ノンスタイルぐらいの集客力があるんだったら入れるよって。別そこまでのもんじゃないでしょ、みたいなこと言われて。めちゃめちゃ言われてるよ。ちょっと言われてる。僕、そいつのこと一緒に許しますけど。マジで言わない。いや、だからそのさ、優勝して、その時はまあバーって来た。仕事は半年ぐらいはありました。なんかテレビも呼んでもらって、はい、 NGK の出番も入れてもらってましたし、テレビの収録もあったやろ。テレビもありました。全く手応えがなかったですね。なかったよ。大ミスしまくったそういうの。例えばどんな番組とか。あのダウンタウンさんの番組、あのデラックス、デラックス出したの、はい、おうおうおう、もう緊張してる。まあそれはしゃあない、はい、一発目やな。最初にあのまあ席に着くじゃないですか、うんうん、その座る前に浜田さんから、うん、早座れって言われたんですよ、うん、それでもうそれは浜田さんのやり方や、はい、それはいつも言うてる早座れとか言うのはツッコミや、はいはい、それでもビクッなったんや。ブーって何にも返せなくて、あ、ちょっと待ってくださいよとか、もう何もない、僕は座るとこじゃないですかとか、本当に注意されたみたいな感じなの指導とかお前のキャラはさ、結構バーって言うキャラやんか、はいはい、意外とそこは違うねや。僕本当に強いのはあのネットでだけなんですよ実際出たら出たらめちゃくちゃ臆病者でガリガリガリクソタイプや。そうです、そうです。ややこしいタイプ多いね、吉本のピン芸人。始まっても、まあ、松本さんからもう三浦マイルとか全く喋ってないっていういじりもされて、いじりされて、うん、で余計なんか喋らな喋らなって思うんですけど、おうおう、どこで入っていいかわからなくて、おうおう、で一回休憩が入ったんですよ。 あるよね、休憩入る、うん、で休憩の時に松本さんがもうやっぱすごい優しいんで、ちょっとお前おとなしすぎると、おうおう、じゃあ次浜田が喋り出した瞬間にいきなりわけのわからんことやれって言われたんですよ絶対あかんことを言ってるやん松本さん一番嫌がるやつや浜田さんが。で次再開して言われたもんな。浜田さんが喋り出した時にここマイルドフラッシュした方がいいかなと思ったんですけど、やっぱやめとこうって。もうこれもできなかった、ね、できなかったです。何にも爪痕も残すこともできず、できず、でそのまま本当に自分が用意したエピソードを一個だけ喋って、あのふわーっとした感じになって終わってしまった。いやまあわかるよ、デラックスはもうそれ初打席で結果残すのは俺難しいと思うけども、でもまあ何個か回っていったわけやろ。結局自分がやっぱ R1 今年のチャンピオンですって紹介されて、うん、どう動いていいかがわからないです、うん、今まであのいじられたりとかもう言った底辺っていう扱いで、そう、ね、おいな、なんだこの扱いはみたいな、それで輝いてた、はい、けどあれチャンピオンですって言われたらやっぱりやりづらかったんや。もうこいつ使えないなっていうふうにやっぱなってしまって、そっか、だから感じた、あーちょっともう旬じゃなくなったなっていうのは。そうですね、もう会社からも、うん、まあもうこいつは終わった芸人だっていう扱いに。はあ、で東京来て、で東京行ったらゼロからやぞって言われたんですよ、うん、まあ、まさかゼロ言われてもほんまにゼロじゃないよと思って。今チャンピオンやからな、まあ、言うても、たらほんまにゼロやったんですよ。1ヶ月のスケジュールが真っ白のやつがずーっと送られてきて、もうこれひどい話なんですけど、土下座するとこ決めて、うん、で、うん、東京所属になりましたと、うん、で2週間後ぐらいに吉本の担当の人から電話かかってきて、うん、東南アジア住みます芸人になりませんかって言われたんですよ東京来て2週間で東南アジアそれ断るやん。断りました。いやなんやろな、けどやっぱテレビ出たらやっぱ汚いっていう苦情がやっぱあるみたいなんですよ。全部行くとかなかったんかいな。そうそう、お前ここいらんやろこれ、お前のここ。そう、ないやねん。それ全ぞり小峠パターンとかあるやんか、錦、はい、鯉の正則さんパターンみたいな、はい、それはないの。それはないです。やっぱりあるもんなんて大切に使いたいんですよ今でもやっぱり増毛したいと思ってますもん。本当はもうミヤゾンぐらいのリーゼントにしたいんですよそれはガンもよく書きすぎやろ。いや、シュッとはしたいですね。人気者になりたいんだよ。いや、思うのはいいけども、はい、いくつだった今で45歳です。45か、はい、今どうなってるの収入は。じゃあ収入が12月が8万円で、あ、なんか俺ネットで見たわ、はい、1月はちょっと良かったんです。12月の仕事結構頑張ったんで。12月はどんな仕事があったの？12月は結構イベントが多かったんで舞台が、うん、で20万ありました。
まあでもさ、チャンピオンやで。東京来てでも20万超えたの、僕本当に、ま、2回か3回ぐらいしかないんですよ。あ、久々行ったなと。よかったね、その20なんだ、はい。今年ちょっと目標を決めまして、年収で300。年収300。300。で、テレビの出演本数を20本を目標に。うん、いや、R1 夢ないな。え、少ないですから。R1 って夢ないな。井口の言う通りやと思う、そうなったら。お前、よ、井口って言うてるな、お前、それで。もうちょい言うてよ。ちょっと。チャンピオンに自信持ってくれ。はい、そうですね。夢ないですかね、本当に。いや、でもそれはどう思った、井口の R1 夢ないっていう発言には、夢あるやないかって怒ってんの、お前は。いや、よくも本当のこと言えないそこでやり玉にあげられるの俺なんやぞっていう今日は夢ないって言われてさ、あるわっても言われへんやん。そうですね、ちょっとそもそも何で怒ってんのかなと思って。そうですよね、夢ないやん、今、ね、今、夢ないやつでしたよ。今も完全に論破されてますよでも、あのマイルドだけじゃないよ。やっぱだってマイルドもそうやし、まあ、ゴータもそうやんか、はい、山本雅美くんとか。そうですね、いや、このほんまに三巨頭ですよね。これ三巨頭やな。で、それでやり玉にあげられるのはもう三浦マイルドがバーン出てくる。いや、そうですね。でも、ちょっとよっしゃと思ったやろ。もうこれは便乗するしかないなと。いや、いいよ、ご便乗して、まあ、今一番どこにあの思ってんの、怒りは。怒りですか。とその自分に対する怒りなのか、収入なのか、仕事の内容なのか、どこに怒り。一番やっぱ自分ですね。自分に。はい。それどういうところ。いや、やっぱちょっと諦めてたなと。あ、売れることを。ここ何年かはもう、うん、あ、俺売れることないわと、もう、うん、楽しけりゃいいわみたいな感じでやってたんですけど、やっぱり仲良かった人がどん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 結果出していって、まあ小田とかもそうやもんな。チャンス大城さんとか。あ、チャンスも、はい、やっぱ小田が売れたのがやっぱでかいっすよ、僕の中で。どっかで売れへん同じ仲間ねみたいなと思ってましたね。あ、で、あれがあんだけバーンって行って、うん、着てる服とかもやっぱりいいもん着てるんですよ。いやいや、服担任みたいな。そうなんです。この前あの幕張の劇場で小田と一緒だったんですけど、10万ぐらいのルイ・ヴィトンのスウェット着てきて、うん、いや、こいつ何俺の家賃より高い服着てんねん思って。あ、まあそりゃ今となったら稼い、今家賃いくらなんよ。今6万円のとこです。東京で6万ってすごいな。アパートです、木造アパートです。見てる方ね、東京以外の方は6万ってと思うかもしれんけど、6万で東京えげつない。いや、そうですね、もうほんとボロボロのアパートよね、うん、それ夢ないわ。すごく自分が情けなく思い出来て、ちょっとプライド高いよな。あ、それはあると思います。だから、そのマイルドフラッシュもそんな後輩の番組ではせえへんとか、はい、今日ちょっと僕がやってないの本当やらしいですよね。いや、このここで YouTube だからやらへんとか言って、そんなこと言うとこ垣間見合いじゃない。いやいや、そういうわけじゃないんですよ、本当に。やります、今やりましょうか。いや、まあまあまあ、今とりあえず今ちょっとやってみて。いやいや、マイルドフラッシュ。まあ、でもだからなんやねんってなんだよ。だからなんやねんってなんだよ。だからなんやねんってなんですけど、すいません、本当に。そのおもろいことはもちろんやけど、はい、やっぱり人間関係みたいなのもあるしな。はい、わかんねん、俺もコーダーの時見てたし、はい、俺もその時期あったのよ、はい、社員に嫌われた時もあったし、はい、でもそれはそれで、あ、違うなと思ったもん。あ、このやり方は違うねんなと思って、なんかこういう風にやっていこうって、はい、じゃあまたみんなが応援してくれるってあるのよ、はい、そこを今マイルドは行かなかもな。三浦マイルドさん、ね、可愛いなったなとか、はい、もう一回ちょっと仕事あげようかなみたいなのをやらなあかん。本当そうですね。ちょっと前半で吠えてた部分ちょっと使わないで。いやいや、それも使わせてもらいますけども。いや、ええねん、あれはあれでええねんけど、ああいうとこ見せながらも、はい、ちゃんと仕事をちゃんとする、はい、どうなりたいの今後の三浦マイルドのちょっとイメージは。ちゃんとバラエティでちゃんとあの信用される芸人になりたいですね、うん、ここは、まあ、三浦マイルドに任せたらもう間違いないだろうと。やっぱテレビやんな。俺それ聞きたいのよ、はい、僕は一番劇場なんですけど、やっぱ劇場に出るにはやっぱりバラエティで活躍しないと出れないなと、うんうん、じゃあテレビと劇場どっち出たいですか。やったら劇場。いや、劇場です。それはそれはそうなんや、はい、ネタでもう漫才師さんとかに負けないぐらい笑い取りたいです、うん、そのためにはテレビに出とった方がいいと。そうですね。ああ、なるほどね。今のやっぱ劇場見たらやっぱ売れっ子が出てるもんな。はい、売れっ子が売れっ子を見に来るし。そうですね、東京の劇場の人は、はい、もう一回売れようと思ってるようだろ。思ってます。だから目標、うん、30本300万。まあね、はい、トリプルスリートリプルスリーでトリプルスリー目指して、 まずそこ、まあ、でもこの世界は多分俺の感覚ね、30万ってすごかった、
まず10万やな、はい、まず10万もらうまで何年かかったか、はい、芸人だけでね、はい、そっから30万の壁が何年も続くね、うん、まあ、分かります、ね、な20何万とかあるけど、はい、まあ大体16万18万みたいな、はい、よくて23万みたいな、うん、である年に30万パーンってもらった覚えてんねん俺、はい、その時にボーンって引っ越してん俺、はい、ほんならその2ヶ月後にはもう50万になってた。おー、うわ50万なったねって思った。もう半年後にはもう大台行くかいかんかになるねん。うん、だからこれ30万やな、やっぱ目指すのは。そうですね、まずはこれ30万ってめっちゃ仕事せなあかんで、はい、やれる？それやります。何でもせなあかん。それは何でもします。企業営業のツイッターで告知もせなあかん。もちろんやりますよ。ニコニコ笑いながら、無新人とか2年目の社員が、はい、こんなんですけどやってくれますかとか言うてもやらなあかんね。もちろんです。マイルドさん大丈夫ですか、この仕事。マイルドさんできますかね、これ。笑い取れますか、マイルドさん。そんな社員いない。2年目ですか。いやいや、マイルドさん僕取ってきたんですけど、これマイルドさんどうかな、これ笑い取ってくれると困りますよ。そんなやついたら怒鳴り上げてやりますよ。誰にも言われとんじゃ。わしアロンチャンピオンやぞ。そうか、ほら、いや、そのしばき倒せよな。2年目でしょ。それはでもマイルドは昔の俺やった。お前しばき倒してろぜって言いながらやろう。それがもう回っていくね。マイルドさんの方が優しいでって、はい、これで三浦マイルドネタとか見てもらって、はい、多分ネタ人のチャンネル知らない人いっぱいおると思うしな、はい、すごいたくさんの方見られてますよね、このチャンネル。いやでも分からん、三浦マイルドは多分、はい、8000回ぐらいしか。そんなにいかないっすよ。いや、それは1回抜けいかない。万もいかないっすよ。いや、万もいかない。そう、俺だから再生回数じゃないから。あ、そうです。再生回数やったらそれは兼近とか呼びたいよ。まあ、テレビで共演しよう。ぜひお願いします、ね、じゃあこの間コウタにも聞いてんけども、はい、もしもやり直せるなら、はい、ね、やり直したいですか、自分の人生。人生をやり直したくないですかって聞いてんですよ。戻りたいですか、はい、いやいやいや、いろんなことがあったから深みが出て今の三浦マイルドがいますっていうのか、はい、戻りたいですか、戻りたくないですか、どっちですか。戻りたいです。どこに戻るよ。とりあえず、まあ、優勝直後やっぱり、うん、あのヒューマン中村の方が面白かったとか、あ、言われるのね。三浦マイルドが、うん、なんかが優勝して R1 大丈夫かとか、めちゃくちゃって僕すっごいそこで吠えたんですよね。人のことごちゃごちゃ言う前に自分のこと頑張れよみたいなことを言って、これで一気にもうそういうイメージがついてしまって、とりあえず皆さんのご意見本当に励みになります、ありがとうございますとかにしといたら、よかった、戻りたいって言ってくれた。じゃあちょっと今後のね、じゃあ、はい、今年はもういろんなところで出会うように、はい、まずルミネで会うことや、劇場で会おう、コナンみたいなことやな、はい、劇場で会おう、劇場で会いましょう。共演できるように頑張ります。はい、ということで本日のゲストは三浦マイルドでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。